お疲れ様です。今回の話題もポスティングでいきましょうか。で、ポスティングってのはやっぱりこうね、いろんなところにたくさんチラシをまいて、まく範囲が広ければ広いほど効果があるように感じますけども、必ずしもそうではないんですよね。例えばね、一戸建てに対して効果的なポスティングとワンルームに対して効果的なポスティングってのは実際あるわけですよ。まあ、私が麻雀店をやっていた時ってのはね、麻雀屋に来るお客さんの設定が20代とか30代の男性だったんですよ。で、しかもこれがね、家庭持ち家族持ちだったらなかなか家族を抑えて自分だけ麻雀に来るって時間が取れないと思ったんで、独身男性に想定を絞ったんですよね。まあ、そうするとポスティングする先ってのは一戸建てが消えるんですよ。だいたいワンルームの 1K とか、まあ、広くて 2DK までですね。まあ、そういったところになって、あとはその移動の足がね、自転車であることなんですよ。だから駐車場付きのワンルームよりも自転車置き場、駐輪場が充実しているそういったマンションで 1K とかマックス 2DK までに絞って地図からリストアップして、そこを集中的に配っていったんですよ。まあ、そういう風な形を取りましたね。で、飲食店ね、飲食店のポスティングをした場合ってのは、私の場合は中区本通りっていうね、かなり、繁華街の方でしたから、まあ、広島にはね、流れ川っていう飲み屋とか八軒堀っていう飲み屋街があるんですよね。まあ、ですんで飲み屋の同伴とかアフターに使ってもらえるような形で、実はね、ここも、まあ、ターゲット絞ってやったわけですよ。じゃあキャバクラで同伴とか、それからね、アフターに使うような男性がいるところはどこかなって考えたら、今度は車持ちになってくるわけなんですよ。だからちょっと離れたベッドタウンの一戸建てってことになります。そこで飲食店のチラシを巻けば、そのチラシを手にしたね、まあ、キャバクラ好きのご主人が出勤した先、広島市の中心部の方で、今日は遅くなるよっていう風に奥さんとかね、家族に電話して、今日は飯はいらないよって言って、今日は接待なんだよ、もう参ったよなみたいな感じでキャバクラに行くルートっていうのを想定するわけですよ。まあ、そうなると、まあ、このチラシも効果が出るかなと思ったんですよ。これはまあ外れましたけどもね。でも、そうやってただ配りまくるだけじゃなくて、自分の必要とする顧客、その顧客が住んでいる家とか場所っていう背景をね、想像するとポスティングする先も見えてくるのかなと思うんですよね。で、前置きはこのぐらいにいたしましてですね、今回ポスティングの方法としてね、こういうのもやってみたよっていうのがあります。それはターゲットにした100件っていうのをまず想定するんですよ。それは1区画の100件でもいいですし、例えば条件付きの一戸建てって絞ってもいいです。例えば平屋1階建てなのか、それとも2階建てなのかっていうね、まあ、そういう風なターゲットを絞って、とにかく100件で決めるんですよ。100件で決めたら、徹底的にその100件を繰り返し繰り返しポスティングで、1人でもお客さん来れないかなっていう風に、まあ、やっていくわけなんですよね。普通ポスティングって絨毯爆撃的に広い範囲にぐるーっと行ってね、それからまた一からやるみたいな感じでいくと思いますけども、私は逆にぐーっと絞ってね、ターゲットにした、まあ、お住まい、この中で100件って決めて、その100件がその100件中ね、何件の人が何ヶ月以内に来るかなっていうふうなテストマーケティングをしていったっていう時期もあるんですよね。そうするとその100件っていうのは同じところに毎回毎回配りに行くわけですから、まあ、効率も良くなってきますし、いると思ったけどいない家もはっきりするんですよ。あとはどう考えても他のチラシと一緒にガサッと捨てられているところっていうのはだんだん配らないようになっていくわけですよね。で、だんだんこう絞られていって、ここの人だったらもう一押しで来るかもなっていうふうに自分でね、勝手に感じたところに、さらにこう集中的にそのチラシのポスティングのね、文面を変えていくっていう形にします。そうなるとね、最後まで読んだ人が結局来店に来るわけですよ。で、来店されたお客様に、まあ、ポスティングどうでしたって聞いたら、なんかね、漫画を週刊少年ジャンプを読んでるみたいにストーリーが変わっていくんで、このお店の経営者誰かなっていうふうに興味が出てきたよっていうふうに言われてましたね。で、その方は結局私の店が閉店するまでずっと来てくれたロングランのリピーターになりました。まあ、つまり
こんなチラシ作るやつ誰なんだろうって思わせたっていうところが一つ成功したのかなと思います。でこの100件っていうのは別に10件でもよかったかもしれないですよね。だから絞り込むことによって濃いものをやっていくっていう、まさに今の YouTube のスタイルと同じなんですよ、ね、朝のライブ放送ね、朝5時半からやってますけども、ここにはポスティングで例えると1000人という規模の人は来ないんですよ。その代わり十数名の方がいつもいらっしゃるってところで、一人一人コメントを書く方のお名前と、それから人となりがね、だん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 見えてくるわけですよね、お互いに。だからそこには商品が売りやすいっていう流れができるんですよね。まあ、もちろんね、誰が何を買ったかって多分はた目には分かんないと思いますけどもほぼ全員買ってますから、うん、でそういう風になっていくと思うんですよ。人は必ず毎日誰かにお金を払って生きてますからね。じゃあその人の今必要としているものが見えれば商品提案は簡単だってことなんですけども、それもね、コミュニケーションが存在するとこの人が何に困ってるのか、何に満たされてないのかってことは見えてくるんですよね。でそこからがビジネスが動き出すっていうことになるのかなと思います。じゃあ今回そんなところですかね。最後に一言付け加えますけども、ナミさんね、まあ、自宅を店舗にされているパターンだと思いますけども、一番最初オープンした時の集客ってやっぱりポスティングだったのかなと思ってね、どういう風にしたんだろうっていう風にふと感じたところがあります。この動画をご覧になってね、もしね思い出せることがあったらまた教えていただければ幸いでございます。